長谷川みつるです、えー。久しぶりの <laughs> youtube 投稿ということでですね。まあ、約1ヶ月ぐらいぶりの投稿になってしまいました。申し訳ございません。で、まあ、今回はまあ久しぶりの投稿ということもありますので、この1ヶ月何をしてたのかと。 まあこれちょっと理由があるんですけどもその,あの1ヶ月何をしてたかっていうこととまあこれからのことについてですね、えーまあ、YouTube 含めてこれからのことについてお話をしたいと思っておりますで。でまずはこの1ヶ月何をしてたかという話なんですけれども、えー、結論はですね結論は、えー、自社の自社の営業の仕組みかっていうところに まあ本当にこう時間エネルギーを注いでやってきましたで、まあ、もちろん今あの途中です、えー、正直言えばま,まだまだ途中なんですけどもでもあらかた体制が一つ、うん、出来上がりましたでそれに、まあ、非常に <laughs> エネルギーを注いでたっていうところが結論で、えーまあ、すいません本当にちょっとサボってた部分はありますので、まあ、これから再開をしていきます。 でこのの営業の仕組み化ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、まあ、もっと言葉を変えて言うと営業の自動化っていう風なあイメージですだから極力ですね、えー、自分でアナログで何かこう売っていくような営業っていうよりかはなんかツールを使いながらですねツールを使いながらうまくこうまあ えー、要はニーズがある人求められる人から問い合わせがありながらそれに対するこちら側の情報をまとめたものを配信をしていくようなです、ねまあ、そういうふうなスタイルでですね体制を作りたいというのをお、まあ、およそ1年前ぐらいですかねもうちょっと前ぐらいからと思いますけどもあの実は考えていたんですねでその一環としてこの YouTube も昨年の10月から再開をしたっていうのがあります。 であくまでも営業の仕組み化っていうのはまあ大きなことですから、まあ、YouTube の再開去年のです、ね、10月から再開したっていうのはまあもちろん YouTube をですねうまく活用していくっていうのも営業の仕組み化の一つなんですが、まあ、今回この1ヶ月の中で何をしてきたかっていうと Facebook の効果的な活用方法そして えー、LINE 公式アカウントですね公式アカウントを構築すると、まあ、一部の方は多分私の方の、えー、LINE 公式アカウントですね社外人事部長、えー、LINE 公式アカウントを、まあ、開設をしまして、まあ、そこに友達登録いただいた方もいらっしゃいますけども、まあ、それをですね、まあ、構築するのにですね <laughs> まあ、いろいろとちょっと研究させていただいて、まあ、講座にも参加させていただいてですね、えー、そして、まあ、あらかたまず、うん、初動がついたというところであります、まあ、なので、まあ、今日ですねちょっと動画を撮らせていただいて、えーまあ、引き続きこの YouTube でですね、まあ、人事のネタを中心に、まあ、配信をしていこうというところですなので、まあ、あの今後ですねこの LINE 公式アカウントをうまく活用して まあ自社内でこれ今まああのね研究もしてます実践をしながら研究をしていくのでこれを LINE 公式アカウントというまあ,ある意味メルマガに代わるですねこう強力なツールっていうのがあるのですねしかも導入のコストがですねまず0円からスタートできるっていうところですね非常にこれはもう使いがあってもいいし大体ですね B2C の まあ、いわゆるコンシューマーさん向けのビジネスにはもうこれは強力です。で、まあ、私みたいに B2B の場合は、うんまあ、B2C のビジネスほどではないにしてもですね、まあ、非常にいいツールですので、まあ、今あの、研究しながら実践しながら、まあ、再度レベルアップしていく、上げていくという形です。なので、まあ、実際私自身がやっている、まあ、あのコンサルティングの中にもですね、 メニューとしてこれ今後ですね LINE 公式アカウントを使いながらの、まあ、ビジネスをしていくっていうこともですね当社のサービスとしても入れていこうというふうに考えております。で、まあ、これからの話なんですけどもまあこの営業の仕組みか自動化っていうのを、まあ、当然これかまあ終わりがあるみない状態なんですがあらかたまず初動を作ったので、まあ、それをこれからもですね体制をより ブラッシュアップしながら、より良い,い状態にしていこうっていうのが、まあ、一つです。で、もう一つですね。LINE 公式アカウントの可能性っていうのが、非常に私はもう感じました。というのもですね。まあ、きっかけは。この、ええー、と、マーケリングという会社のつつみさんですね。つつみさんのこの本を読んで、講座に行って、まあ、何十万するんですけども、講座に行って学んで。えー、これはすごいなっていうのを感じたので。じゃ、自社の。 その営業の体制づくりっていうことだけではなくてですね LINE 公式アカウントのコンサルティングっていうのもまあやっていこうと。で合わせてですね私のまあビジネス的に言うと、まあ、人材の採用とか人材の育成ともやっていますので特に人材採用にはですね LINE 公式アカウントはめちゃめちゃ使えるっていうのが分かりました。 でまあ、これからですね、まあ、モニター企業さんをですね、えーまあ、募ろうかなというふうに思っておりますし、まあ、本当に来年からです、ね、本格的に LINE 公式アカウントを使った人材採用というコンサルティングをやっていこうと思いますで、まあ、これ着地点としてですね着地点としてはいろいろとですねナビサイトだったり合同説明会とか、まあ、その採用にまつわるいろ、まあ、んな手法とかでありますよねで結構お金かかりますはっきり言えば。 結構お金かかります、まあ、大企業であればいいんですよ。それなりに予算持ってるから。でも中小企業だったら結構しんどいですよね。それをコストをグッと落として、まあ、しかもこれ内製化していくってことなので、例えば5年間ナビサイトとか合同説明会に出ている予算をですね、グッと1年分だけで構築していけば、ある意味ずっと継続的に使えていくような。 内製化プログラムですね。人材採用の内製化プログラムっていうのを、えー、リリースしていきます。なので、まあこれからっていう部分で言うと、えー、もう少々お待ちください。これは本当にある意味劇的に人材採用の考え方を変える形になるかなと思いますので、えー、もう少々お待ちいただければなというふうに思っております。はい。ということで、まあ今回はこれでまあ、終わりますけれども、まあ、本当にもうこの1ヶ月間 <laughs>。 えー、すみませんでした、まあこれからですねまた、あのー、定期的に、えー、YouTube で情報配信していきますので是非、えー、視聴いただきてそして、えー、高評価是非お願いしたいなと思います。それから、えー、チャンネル登録もですねチャンネル登録もお願いしたいというふうに思っております。ということで今回は以上になります。